姫路市中央卸売市場は、兵庫県姫路市が設置している中央卸売市場。兵庫県内に二つある中央卸売市場の一つ。中央卸売市場開設以前の姫路では、姫路駅北西部の久保町一帯に市場街が形成されてた。自生的に生まれた市場街であったため機能性に乏しく、戦後の高度経済成長化における経済発展。 人口や家に対応できなくなっていた。そこで、姫路市は、姫路市手柄地区に中央卸売市場の開設を決定し、1957年10月20日に、全国で15番目となる中央卸売市場が姫路に誕生した。中央卸売市場開設後、久保町一帯の市場外の中央卸売市場への移転は進んだが、現在に至るまで、 久保町一帯の市場外は存続している。しかし、久保町一帯の市場外で最大の生果業者であった、山市生果の倒産、廃業以降は、町の八百屋、魚屋などの小規模専門小売業者の衰退や、量販店の進出などの市場環境の変化が加わり、衰退傾向は加速している。姫路市中央卸売市場は、鮮魚などを扱う水産物部と、野菜や 果物などを扱う成果部で組織されているが、成果部は卸売業者がすべて合併したため、全国の中央卸売市場に先駆けて、卸売業者被者体制を実現した。市場敷地内には、1957年3月27日から1979年10月31日まで、日本国有鉄道姫路市場駅が所在し、貨物列車で、 食料品の輸送を行っていたが、トラック輸送に置き換えられて廃止されている。近年は、市場外流通などの流通環境の変化や、道路交通網の発達に伴う、地方市場の必要性の低下から、近隣市場との競争が激化しており、取扱量の減少への対応を求められている。低迷の原因は、以下のようなところにある、取扱量減少の結果、成果部は、 農林水産省の策定した第9次、卸売市場整備基本方針に基づく、中央卸売市場の再編基準に該当することとなり、平成27年4月1日より、地方卸売市場に転換し、現在は水産物を取り扱う、姫路市中央卸売市場と、青果物を取り扱う、姫路市生活地方卸売市場が並存する、公設市場となっている。 取り扱い量の減少と施設の老朽化への対策が急務となった姫路市は、高品質な生鮮食料品等の安定供給と市場の活性化を図ることを目的として、場内事業者と低迷する市場の再建について検討を行い、平成27年に食品関連会社や運送会社が立地する姫路市白浜町への移転再整備を決定した。また、 新市場の北東隣接地では市場流通品を販売する民間集客施設も検討されている。なお、現市場は姫路市中心部の幹線道路沿いに立地しており、跡地活用も期待されている。移転予定地、卸売業者の収受する委託手数両立。ありがとうございます。